中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。目白冠、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ツインターボ前に行きそうです。アリスハーリー、それに続いています。さらには目白冠、8番藤山健山、その後ろ。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはツインターボ、大きく離れました。桜将軍、緑の帽子、アリスハーリー、その後ろ。その外からシュクレノンシェリフ、西のデュール、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のダンツシアトル、現在馬群の中ほどにつけています。アリスハーリー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から、先手を取ったのはツインターボ、そして大きく離れてシュクレノンシェリフ、この位置です。 1000m を通過、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはツインターボ、そしてやや離れてシュクレノンシェリフ、緑の帽子、桜将軍、その後ろ。すぐ隣にアリスハーリー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ13番ツインターボ、ツインターボ、さらにリードを広げました。シュクレノンシェリフ、ほとんど差がありません。ダンツシアトル、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。ツインターボ先頭、アリスハーリー先頭、残り 200m、 アリスハーリー先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。アリスハーリー、ダンツシアトル、もう一伸び、ダンツシアトル1着、ダンツシアトル完勝、ダンツシアトル1着、2着はデュークコロネット、これが G1 馬の実力だ。ダンツシアトル